作り始めて完成したものを小泉先生方が喜んでくれるの。それ見てやりがいがあると、これやらんといかんとずっと入れ続けています。あの王朝が崩壊して、であの戦争があったり、道具もなくなってしまって、その技術も途絶えてしまっているの で、そこから、復興を師匠たちがして、また今以上にもっといいものができるように、まあ、努力して頑張っていきたいなと思っています。